してる。その悲しみを今勇気に変え、涙を見せずに立って願うよ。この広い空どうしました、イクサーワン。今あの子の声が聞こえました。あの子がイクサー3が無事渚と会えましたよ。まあ、グレー、私が眠っている時あなたの悲しみや戸惑いの思いを何度も感じました。あなたもあの子のことが心配だったのでしょう。それが母親の思いというものなんですね。嫌ですわ、イクサーワン。でも遠隔テレパシーはほどほどになさってくださいね。お体に触りますから。わかりました、シスターグレイ。クサー3、あなたは私たちクトゥルフの希望。私やあの人のような悲しい運命に縛られずに生きてほしい。夢、愛、信頼、渚、あの子を導いてくださいね。イクサ3が X 座標の第二ビームを破壊。艦の準備も OK だ。ヤジ、軌道修正の準備は？ったく、ただでさえ人手不足なんだから、アルバイトのお嬢様方にも手伝わせりゃいいのに。まだ？ヤジ。うるせえな。OK、キャプテン。修正完了です。次はこれか。これで最後っと。あいつ失敗したのか。キャンディ、今の衝撃で降下地点に誤差が。修正が効かない。
ネオス様、これであやつらはインセクトのエリアに。インセクトの居中には指し物イクサー3も手を焼くだろう。もし生き残ったとしても。ドブ、着陸の準備を急いで。早く。大丈夫？ええ。ひどい。これがあの防衛軍の北米基地なんだ。くそ！あいつら地球をこんなにしやがって。あら？どうしたんだ、キャンディ。ヤジン、あの一番大きなビルのところをモニターで調べて。虫の動きが変なの。あの辺に集まってるわ。イクサー3、虫と遊んでる。くすぐったいよ。私は食べられないったら。もううっさいな。しつこいと遊んであげないよ。いやすげえ。あの虫たちも侵略者の仕業なのかしら。多分防衛軍欧州支部は虫の大群にやられたっていうしな。まあまさかこの宇宙船の中までは入ってこないだろう。ロブ、ヤジン、一応生存者の捜査をお願い。キャプテン、私にも手伝わせてください。危ないから無理しない方がね、可愛い。私たちも仕事しなくちゃね。何をしているインセクト、なぜ一気に抹殺しないのだ。私が楽しんでいるのがわからんのか、ゴーレム。あまり油断をすると貴様もファイバーのように。私とファイバーを一緒にしないでほしいな。それともそのイクサー3というやつは23の惑星を滅ぼした最強の戦士である私が赴くほどの相手だとでも言うのか。では最強の戦士とやらのお手並みを見せてもらおう。血の気の多いやつ。そうか、料理は今夜か。
したんだ。何だと思う。さて、何が飛び出してくるのかな。やめようよ。ねえ、野人くん。子供の扱い慣れてますね。はいはい、よしてくれよ。俺まだ25だぜ。なぎさも紅茶でいい？あ、すみません、キャプテン。本当に不思議な子ね。このちっちゃい体のどこにあんな力があるのか。でもやることなすこと危なっかしくって。子供ってのはそういうもんさ。でもこの子は見どころあるよ。昼間見てたろ、この子が虫と遊んでたの。ええ。好奇心旺盛で生き物が好きというのはいいことさ。それに無意識かもしれないけど結局虫を殺さなかったろ。またロブの研究癖。あらあら、起きたみたいよ。あ、なぎさねえ、イクサースリー、あなたと私はパートナーだって言ったわね。うん、じゃあ約束して、もう無茶しないって。え、無茶って？あまり危ない戦い方をしないで。それから、そしたら渚を守れないじゃない。それに戦いって面白いんだよ。それでイクサースリーが傷ついたら私が辛いもの。パートナーって友達のことでしょ。地球では友達というのはお互いのことを信頼しいたわり合うものなのよ。シスターグレイにもお姉さまにも渚の言うことは聞きなさいって言われたけど、難しいな。いずれわかるさ。すごい数だ。あいつらどこから。もう居住区まで上がってる。このままじゃ動力室も。カワイたちが、この野郎。野人、と目を塞げ。早く落ちて。
大丈夫か、ヤジ。人の猫みを襲いやがって、うじゃうじゃと、もう何かに操られてるみたいだ。ねえねえ、うん、操るって何？虫に命令してるんだよ、誰かが。そっか、そいつやっつければいいんだ。ごちゃごちゃ言ってないで、お前もこれからのことを考えろよ。じゃあ、行ってくる。お前どこに？ヒクサースリー。そろそろ奴らが私の部下たちの餌になる頃だな。おばちゃんだね、虫を操ってるの。貴様、どこから？虫さんが教えてくれたんだ。いい度胸だな。ネオス最強の戦士である私の城に乗り込んでくるとは。へえ、おばちゃんが最強なんだ。私と戦えることを光栄と思いなさい。今度は私の番。この程度か。ビリビリきた。さて、遊びはここまで。お前を切り刻むとするか。はっ、はっ。あ、大敵の場合は思い出した。もう覚悟したのか。えい！あっ！うっ！娘が私の美しい体を。私の勝ち。まだだ。私の真の力、恐ろしさを見よう。キャンディ、機関室に侵入した虫たちは片付けたよ。お疲れ様。なぜかあいつら突然逃げ始めたんで助かりましたよ。もう当分虫なんか見たくない。何かが地面の中から来る。野獣は砲塔の照準をセット。虫が消えたと思ったら次は怪物かよ。あいつでっかくなった。なぎさ、なぎさ、ねえ、ちょっと来て来て。どこ行ってたの、イクサスリー。ちょっと力を貸して。一緒に怪物をやっつけようよ。やっつけるってどうやって？なぎさ、私の友達見せてあげるね。友達？まあ見てて。イクサーロボまた敵なの？ヤジ、手法を。待ってください、キャプテン。渚とイクサスリーが。行くよ、渚。キャあの、渚、この感じ
ここは私知ってる。行くよ、なぎさ。会長、会長、なぎさと私のコンビのパワーを見たか。やる気だな、渚。聞こえる？全パワーであいつを吹き飛ばすからね。分かったわ、イクサー3。お前の体とイクサーロボのパワー、どっちが強いか勝負だ。あのバカ、こっちも吹き飛ばすつもりかよ。キャッホー。よーし、フィニッシュはセリオボマーだ。発射。キャッホー、ナギサ、最強やっつけたよ。何なの、全身から力が。キャー。なんだ、何者だ。私の名をイクサーワンから聞いていないのか。まさかお前が、お前がネオスか。いかにも我が名はネオスゴールド、全宇宙の支配者。やっと出てきたな、ネオス。よくも姉様をじめたな。だあ、未熟者め。それよりどうだ、この地球は。お前たちイクサーと決着をつけるために最高の戦場を用意したのだぞ。破壊のしがいのある場所だろう。ふざけんな、お前が一番悪いんじゃないか。イクスリオボマーを食らえ。待って、イクサー3、あれは実体じゃないわ。くそー、この違うのよ、エクサー3。どうしたの、エクサーロボ。まだ気がつかんのか、お前のパートナーのこと。え、なぎさ、どうしたの、なぎさ、返事して、ねえ、なぎさ。ふふふふ、もうだよな。このイクセリオはお前たちイクサーの力の源だったな。我々が存分に利用させてもらおうか。こいつ返せ、返せったら、イクサーロボ立ち上がるんだ。
話してよ。渚、ねえ、渚、渚ってば。渚。目の前に広がりゆく道